ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第10回はこちら。ビビ君、どこに潜入するのかな。ビビ君、今日は佐世保市に来ています。ここは九十九島が見渡せる船越展望所っていうところです。なぜ九十九島の展望所に来てるかというと、この後九十九島パールシーリゾートにビビ君行きます。海きららに潜入します。美しい景色を見て心を落ち着かせ、いざ海きららへ。ということで到着。ここ海きららは九十九島の海に住む生き物たちを展示する水族館。みんなの好奇心をくすぐる宝物がいっぱい。自分だけの楽しみをぜひ見つけてください。ビビ君、早速気になるものを発見。背比べだって。ビビ君ちょっと横に。あ、ビビ君微妙に負けてるかな。角が入ってもね、負けちゃった、残念。続いて向かったのは、うわ、何がいる。おお、あ、ヒトデさん。タッチプールって。でもビビ君お手手がモフモフだからね。ビビ君、相変わらずみんなに大人気ですね。わあ、すごいねビビ君。じゃあ裏側にご案内します。ビビ君裏側に潜入します。クラゲのバックヤードに入ってきました。バックヤードでは展示用のクラゲの繁殖を行っているんです。好奇心旺盛なビビ君、ここから質問攻めします。ビビ君が細い線が長いものがあると思うんですけど、それが何かっていうのが気になってるみたいです。この細長いのは触手と呼ばれるものになるんですけども、ここにですね、毒針を持っています。でこれの毒針を使って外からプランクトンを捕まえてクラゲたちを食べてますね。ビビ君、またまた気になるクラゲが。キノコみたいって言ってるの。お腹減ったの？もしかして。あ、食べれるのか。あ、聞いてみよっか。クラゲでもですね、食べれる種類のクラゲっていうのはいるんですけれども、さっきビビ君が見ていたこのクラゲはちょっと残念ながら食べる種類ではないんですね。これですね、足が8本あるのが特徴のタコクラゲというふうなクラゲになります。料理で美味しそうに見えたんだねビビ君ね。食いしん坊なビビ君、今度は美味しいクラゲに会えるといいですね。続いて特別に案内してくれたところは、ここが水族館の予備槽と言われる場所で、普段は表側にはまだ来てないデビュー待ちのお魚だったり、ちょっと病気で治療が必要なお魚たちが今この裏側で生活をしてます。で今回ちょっと特別にこの水槽にビビ君に歯をあげてもらおうと思ってるので、ちょっとお渡ししますね。じゃ今回は、いろんな大きさに切ったアジを今からあげてもらおうと思います。お魚さん、いっぱい食べて大きくなってね。ビビ君もアジ食べたかったかな。
次に向かったのは館内で一番大きな水槽。すごいね、大きいね。九十九島湾の自然環境を再現した大水槽では約120種1万3000匹の様子を観察することができます。ビビ君、大好きなお魚さんについて一生懸命お勉強しました。ビビ君入るかな。ご当地プリクラ発見。限定のデザインで記念写真を撮りましょう。ところが気を取り直して次の場所へ行きましょう。ビビ君、イルカのショーだって。嬉しいね。水しぶきさ、気持ちよさそうだったよ、みんな、ね、続いては、長崎お魚方言クイズ。皆さん、わかりますか。松イカじゃん。あ、スルメイカのことを方言で松イカって言うんだね。ヒラスズキのことをモス。モスだって知らなかった？アラタブ。カサゴ。え、アラカブってさ、長崎で普通に言うよね。カサゴって本当は言うんだね。知らなかった。アラカブって、あ、お味噌汁が美味しいね。そうだね。ビビ君、出口付近であるものを発見。そう、ビハーレン応援水槽。お魚さんがいっぱいですね。長光さんにお話を伺いました。きっかけは3年前にビハーレン長崎が J1 に昇格した時に、何か佐世保の海嫌いの応援ができないかということで、この応援水槽を立ち上げようと思って決めました。今年の水槽は生き物をちょっと選ぶ際にビハーレン長崎のブランドスローガンの正々堂々長崎から世界へというところからちょっとイメージして、この体に1本のラインが入っている魚を選んでるので、この1本のラインが長崎、ビハーレン長崎をまっすぐ勝利に導いてくれるようにという願いを込めて、今回この生き物たちを選んでます。ぜひ今年は J1 昇格を行ってほしいなと思ってます。皆様、さらなる応援よろしくお願いいたします。ビビ君、遊覧船に乗りたくてターミナルにやってきましたが、ビビ君もう終わっちゃったのかな今日ね。今度乗りたいね。どうでしたか。楽しかったね。また来ようね。ビビ君、たくさんのお魚さんに会えてよかったね。また来ようね。潜入して思ったこと、お魚さんたちはみんな気持ちよさそうに泳いでいました。僕も一緒に泳ぎたいな、ビビ君。